宴に水を差し寄って、ここからは貴様の悲鳴で盛り上げてもらう。五郎館で見てからずっと気になってた。その背中、忘れるわけない。兄さん、どうして、なぜ董卓と一緒にいるの？人違いだ。よふう、失格だ。朝鮮朝廷にお前も兵となれ。ここでわしを裏切るか。よかろう、弾薬は貴様のものだ、呂布。騒ぎになる前に去れ。兄さん、俺に構うな。長領、連れて行け。お引き取りを。ちょっと待って。兄さんは弾薬をどうするつもりなの？拙者はただ呂布殿に従うのみ。さあこちらへ。ありがとう。また助けられたね。どうしても確かめたくて。でもようやく確信が持てた。
別れも言わずに姿を消した。あの兄の夢中で追い続けたあの背中、どうして弾薬に手を伸ばしているのか知らないことには、笑い合った日々は戻ってこない。妖気の闇を切り裂き進むあなたの姿が私に覚悟を決めさせた。たとえ刃を交えることになろうとも、問いただすことができるのは妹たる私だけ。絶対諦めない。意地っ張りなとこだけは兄さんにも負けないから。あいつが生きておったとはな。また共に修行に励める日が戻ればよいが。小星がまた一つビューの空に落ちました。董卓を撃った呂布は弾薬を奪いビューを去ります。当代最強の武人の手に弾薬が渡ったのです。曹操は呂布を危険視し討伐に動き出しますが、呂布は牧羊城を奪取。逆襲を受けた曹操軍は苦戦を強いられます。道を開けよ。オキオ、奪い返せ。やるな、抜かるなよ。トニさすがは呂布よ。曹操軍の力はこんなものか。現状不可を言わするな。私は純一、参謀の任を仰せつかっております。牧羊城はもともと加工トン殿が守りを固めていました。ですが留守中に呂布の急襲を受け奪われてしまったのです。加工トン殿は首相としての面目を施さんとかなり無理を押し奪還を急いでいるようです。呂布軍にあると聞く弾薬が不足の事態を招かねばよいですが、急ぎ加工トン殿に追いつき加勢をお願いします。私も軍勢をまとめ次第曹操様と後を追います。ご分をお祈りいたします。急ぎ加工トン、私もご分をお祈り。